はい、こんにちは、コムさんです。今回は、スバルのインプレッサの鈴木ですが、前回ね、研ぎ出しね、最終研ぎ出しということで、こんな感じで、もうちょっとほこりかぶっちゃってるんですけどね、こんな感じで、磨きましたね。そして、細かいパーツもね、細かなパーツもね、もうこんな感じで、できておりますが、こんな感じね、光っておりますね。できてるんですが、多分ね、ピカーッと映ってるの見えるでしょうか。こんな感じね、できてるんですけどね、ちょっとね、今回は細かい作業なんか発音おかしいな今日なんかほんま発音おかしいです、ね、細かなね、パーツの作業をねやっていきたいと思います。まずね、これ、ヘルメットの合わせ目消しのためのね、これイージーサンディング塗っております。で、これまだ乾いてないので、乾いたらね、あれ、研いで、研ぐかね、削って合わせ目消ししたいと思います。あ、これくっついちゃいましたねくっついちゃいました。今くっついてたんですよね、はい、で、塗りたてということ、これで証明できましたね。そしてこれね、ラジエーターかな、ここね、ラジエーターですね、ラジエーターですね、はい、のこのパーツね、塗り分けこんな感じで、この中シルバーね、見えるでしょうか、この中細かなシルバーの塗り分けね、こんな感じでやりました。綺麗にいってると思うんですけどね、とてもコムさんの技とは思えないんですけどね。でも僕、コムさんやったんですけどね。今ちょっと僕って言いましたよね。なんかちょっと、はい。気を取り直していきましょう。そしてね、そうね。そうですね。タイヤね。つけてね、こう組んでいってね、置いとくのに具合とかね、都合がいいのでつけましたけどね。まだデカールも貼っておりません。ホイールもね、これも、タイヤもね。で、一番気になるのがこれ。センターのこのバリね。タイヤのバリ。これをね、今回これを消していきたいと思って、外しました。で、消して、もう早速ね、タイヤのこれからね、消していきたいと思いますけどもね、この作業ばっかりを、ずーっと動画全部やると、なんだろう。っていう声が聞こえてきそうなのでね、あ、映ってませんね。これを1個2個やってでね、バリは取れるんですが、この筋は完全に消えないと思うんですよ。これこのタイヤとタイヤのね、このゴムの合わせ目になって、本来この筋はないと思うんですけどね、あるのかな、筋はこう合わせてタイヤついた筋はあるのかもしれませんけども、どうもね、ないような、コムさん的にはこの筋はないような気がするんですよね。 ないようなって、まだ発音おかしいですね。ないようないうのも関西弁かな、なんか発音ちょっとおかしい。とにかくね、このバリを取ってね、できるだけね、ゴムのつらい位置ね、走行終了時のタイヤということでもないんですけどね、ピカピカで、ボディはピカピカでいくので、スタート前なんですけど、本来このタイヤにこんなバリはないですよね。何遍も言いますけどね。なので、いい感じで消えますね。こんな感じ。割といい感じで消えてきております。これを続けていきますね、しばらく。ちょっとだけね。もうちょっとやりましょうか。2個ぐらい行きましょうかね。映ってますかね。カメラちょっと微妙な位置なんでね。コムさんの頭ばっか映ってんじゃんかね。これね、コムさん、F1 のスリックタイヤとかはね、ヤスリで行く時もあるんですけどね、直にね、アスファルトじゃないな、コンクリートのね、ザラッとしたとこ行ってね、削る時もあるんですよ。削れん、あまりに大きいバリの時はね、外でね。で、これはちょっと細かいのでね、このヤスリでね、大概このヤスリで行くんですけど、
これはほんまの賞味なんで鉄工用のヤスリです。この感じでね、一回一通り削ってどんな感じか見てね、あのスリックタイヤとかね、フラットスポット作るのもね、意外とのコンクリートとかね、これでこうまっすぐゴシ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 やっててもね、フラットスポットできますね。知ってる方はね、もうそんな知ってますよっていう感じの話ですけどね。頭映ってますよね頭しか映ってないのかも分からない。これやってる間ちょっと近く行かないとね、これ見えないんで、できるだけ頭近寄ってるんですけど、タイヤにね、画面に映らないように近寄ってるんですけどね、ちょっと見えにくいです。こんな感じ。あんまりね、えがんでこう削るとタイヤえがんでしまうしね、削りすぎるとね、この溝が消えてしまうような。でも、なかなかいい感じで撮れたんではないでしょうかね。このぐらいやったら、もうちょっとね、この辺とかね、ありますけどね。このぐらいやったら、コムさん許せるんですよね。はい。これ以上バリ残ってると、ちょっとね、自分でやっててイラッとしますね。よいしょ、この辺ね。もうちょっと削っていこうか。完全にバリと筋とないぐらいまで、このタイヤのパターンがね、こう真ん中寄りのこうなので、はい、真ん中の ラインっていうかね、真ん中へのこれのパターンのこの筋っていうのは見えると思うんですけどね、タイヤ自体はね、筋がないというか、この辺うまいこときれいにいけてるんじゃないかと思うんですけどね。こんな感じね、見えるでしょうか見えないですかね。あ、すいません、一旦止めます。はい、続きです。もうね、余計な話はねできないですね。この多分もうこれやりだすとこれっていうね、この話に没頭するみたいなね感じになってしまうので、気の利いた話とかはないですが、タイヤね削っていきます。これはね、もうどの道ね、最終的に最後の方かな、今一番もう やるタイミングかなと思ってね、もう細かいパーツつけていったらね、また発音おかしいですね、細かいパーツ、細かなでもないな、ちょっと今日は発音が変ですな変ですなって言葉も変になってる。もう完成間近なので、最後の最後でタイヤ削りますっていうのも変なのでね、細かいパーツつけるのとかね、タイヤ削るのと一緒でいったらね、どうかなと思って今日にしたんですけどね、これ、いい感じではないでしょうかね。このぐらいやったらね、ちょっとまだここあるのかな。もちろんこのホコリはね、きれいに洗って取るんですけどね、取ってデカールね、もう一個いきましょうか。明らかにバリありますよね、だいぶ変わりましたね雰囲気が。あ、こうかこんな感じでね、全然雰囲気変わりましたよね、タイヤの表情がね、こちらがまあゴムを新しくツルッとした感じで綺麗なんですけども、このバリがっていうね、これでもね、洗ってね、こうもうちょっとこうこすればね、ピカッとしてくるんですけどね、元通りに、元通りっていうこと、まあ元通りまでもいかないですけどね、まあまだ新品タイヤですよぐらいのとこまではね行くんですけどね。はい、もう一個もやっていきますね。このゴム質好きやな、このゴム質いいです。はい、削るのもやけどね、タイヤとしてのね、ゴム質なんかいい感じしますね。
カッターで削いだりとかね、あのやったことあるんですけど、こうねカッターで削ぐとね変なとこ削れたりするんですよね。なかなかね取れないんですよね。これでうまく取れたらねカッターの方が楽なんですけどね、と言いつつ取れてますね。まあまああれか、残るかやっぱりね。で最終ねこのヤスリかなってね、コンクリートでこすり始めてね、ああヤスリでやればええやみたいなね、皆さん大概ヤスリって思うでしょうけどね、コムさんコンクリートでするっていうのが先ですね。でああせやヤスリでいこうかみたいなね流れですね。まあそのヤスリでやればね気づくとこまではそうさほど時間かからなかったんですけどね、あのコンクリートでこうやってこうやってねこうこうこうズリー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 ってこう回しながらこうやって擦ってたんですよね。で、あヤスリで やったらいいやんってね、すぐにその時すぐに気づいたんですけどね、はい、もういいですか、ヤスリに気づいた話。だんだん集中してきたんで言葉口数が減ってくると思うんですけどね。さっきなんかいい感じで削ってたのに今度なんかちょっと変な感じだな、削りにくいな、こっちかこうしてたのか、違うな、こうかね、よいしょ、もうちょっと頑張ろうか、もうちょっとだけ頑張ってね、あとやっていきますって感じでね、いつも通りもうだいぶ削れてきてますがね、はい、あの動画回ってる間休憩できないでしょ。疲れてきてるんですよね、ちょっと休憩したいなっていう。左手がものすごい痛いんですでね、ちょっと頑張ろうかなってね、はい、こんな感じですね、こんな感じね、できました。もうちょっとかな、これもうちょっとかなね、これでまあまあまたあの続きはねやるとしてやっておきます。では一旦止めます。はい、続きです。まだタイヤやってるんですけどね、あのねいつもねこうやってるんですよ。あの今ねあの見えにくいんでこうやってこう削ってたでしょね、いつもねこう置いてね置いてタイヤこう転がしてるんですよ、こうやって、はい、これの方がやりやすいですよ、早いしね。はじめかこれでやり方かな、これで見えにくいでしょ、手で何やってんのかなって、であのやり方にしたんですけどね。でまあタイヤはまあ後でやるとしてね、一旦これ片付けましょうか。そしてねこれねこれパーツ接着しますね、こう向きのね、本体もね銀色にね塗装しております。ちょっとキラキラめにね塗装しました。こんな感じですね、
して、まあこれ接着だけの話なんですけどね。よいしょ。こんな感じと。はい。この外回りはね、あの黒塗装でね、一回塗装して、これ銀を塗りましたっていう感じですけどね。はい、これはこれで一応ね、OK ですね。中途半端な時間になっちゃったけど。このボディとね、シャーシ、ちょっと一旦全部ね、避難していただきます。避難していただきますね。でね、すいません、椅子がキーキー。これまたくっついてるぞ。うわ、もうすぐくっついてる。もう固まってると思うんですけど、あ、これまたくっついてる。よいしょ、よいしょ。それではね、今回ね、これなんだ、またクリアパーツかっていう感じではしますけどね、これをこの、マスキングしていきます。そしてブルー、ちょっとねクリアブルーをね塗装していきたいと思います。若干ね、あの箱絵もねちょっとウールがかってるんですよね。でちょっと青くなった方が綺麗かなと思うのでね、ブルー塗装したいと思います。それではね、早速これね、デカール持っていかれたらダメなので、どうしようかな。まあまあいいか、全体にこういこうか。よいしょ、こうね、テープ、テープ、こうして、ティッシュでね、大半ティッシュでくるんでいきたいと思います。あ、これちょっと端っこすぎた。まあいいか、こうどうか、なんとか。いやいや、ちょっと待って。ちょっと待ってくださいね。真ん中でいこうか。デカールのとこティッシュで当てて、見えますかね、デカールのとこティッシュで当てて、でここガラスのとこはね、また後ででも磨けるので、こんな感じね。そしてここいこうか、こうしてね、ここを使ったのよ。で、初めにこれ形取って切っといてもよかったんですけどね、これの方がまあ分かりやすいかなと思ってね、こんな感じね。で、あとはもう適当に一旦ね、ちぎっておきましょうか。あ、変なとこちぎれちゃった。そしてこれかな、まだ時間いけますね。こうで、こうね。でこの黒い部分は別にね、テープかかってもブルークリア関係ないのでね、こんな感じで折り曲げときます。ちょっとね、強いようにここね。そしてここハサミか、ハサミでね。変なちぎり方したのでね、あれやりにくいですけども、よいしょ、こんな感じ。
で、ここね、あとちょっとなんかええ方法ないかな、ここ押さえるの滑るんでね、映ってますかね、全然映ってないですね、こう切って、ここにもねデカールいてるのでね、デカール押さえない、ここはあの内側あのクリア拭かなあかんのでね、こうか、これでこれでティッシュですよね、当たってるのがティッシュという感じです。最終的にね、こうしてちょっとこっち側のあのちぎれたのはね、ちょっと失敗中がね、やっちゃった感じでしたけどね、同じようにこっちね止めます。あ、すみません、一旦止めます。はい、続きです。今この端っこだけね、全部こう止めました。外側はね、で内側こうしてる間にね、まあそろそろっと拭くんで吹き込まないと思うんですけど、仮にこう吹き込んでね、中あの逃げ道なかったらね、全部ガラスについちゃうので、これ閉めずにねこう拭いた方がバーって逃げよるからね。つきにくいんですけども、こうやってね、黒い部分ね、黒い部分にこうねくっつけて、これはダメですよ。はい、これはダメです。よいしょ、こうねつけて、んで。この横の部分もこの端っこはね隠れるので、端っこはこうね映ってるでしょうか、つけます、こうね、これで吹き込まないと思うんでね、あ、これちょっと外れてるね、よいしょ、ここね、ほんまのちょっと端っこだけね隠れますよね、これをぐるりぐるりね周りやっときます、こんな感じで、こっち映ってますかね、映ってますかね、よいしょ、ここいい感じいい感じ、こうね、でここもうちょっとやな、このねこうラインがこうなってるんでね、まっすぐテープまっすぐ貼るとね、ここはつかないんですよ、こんな感じで外れたな、もうちょっと、もうちょっと、あ、よいしょ、吹き付けするとこまで時間あるかな、動画の時間これで取られてなくなっちゃう可能性が出てきましたね、そういうわけにもいかないですよね。あれ、また外れた。もうちょっと思い切っていけ。もうちょっと思い切っていけってね、自分で言ってるんですけどね。よいしょ、こんな感じね。これで、吹き込まないと思うのでね、大丈夫だと思いますね。ここを折り曲がったらあかんので切っときましょうか。こう切って、こんな感じね。はい、これでマスキング、内側こう拭くかな、これでいいですよね、はい、これでね、やっていきたいと思います。持ち手どうしようかな、持ち手ここでこう挟もうか、こんな感じでね、こう折れたらあかんな、ここまでいっとこう、
こをねシュッとやりたいと思います。はい、それとボディもこう言っていてもらいましょうってやりますけどね、ボディのマスキング、あーやっぱり今日は塗装までいかないな、これやりだすとどうしようかな、ねまあやっていきましょう。ボディのねこの黒枠のマスキングね、これも同じね、ちょっと待ってくださいね、テープちぎっておこうか、こうやって置いておこうか、だいぶいるけどね、まあまあ一応ね 4,5 枚やっときましょうか、短いのとなるとね、よいしょ、でこうちょっと細切りね、細切りマスキングじゃないんですけどね、細切りティッシュ、飲もうかな、まだ足らんかったらね、こうあーっとっとっとって持っていかれちゃったな、こうスーッとね切ってここで切っとこうか、そしてそしてね、これをあ、これハサミで切った方が切りやすかったな、そういうな、そしてね、これをねもうちょっと、もう一個切ろうか、こう、ぐちゃぐちゃになってきましたけどね、これね、大事なのはこれんで、これをね、ここ少しだけね出してマスキングテープ少しだけ出してね、こんな感じ、ちょっと行き過ぎたか、ちょっと行き過ぎやな、これちょっと失敗ですね、放送事故ですよね、テレビやったらねしばらく映らないっていう、こんな感じでね折り曲げました、そしてねこれをこうチョキンチョキンとねこう切りましてね、よいしょ、ああで、こう開きますね、開いて1枚2枚でいいんでね、こう半分に切りましょうか、そしてこう置いてね、映ってないですね、こう置くんで置いてね、ほんの少しだけね、こんな感じかな、そしてこれでね、ここ貼っていきます、伝えてね、この G のね、こここれで、もうちょっとこっちか、こんな感じかな、そしてここね切っときます、
これ餃子作戦使えないんでね。こんな感じです。ここのね文字のとこだけなのでね、あのティッシュ当てたいのがですよ、こんな感じでねこう貼り付けましょうか。そしてこっち側はね、こっち側はここ、ああこれあかんな、こんな感じでね、デカール持っていかれたらあかんということで、ここねちょっと入っちゃってるんでね、ここスーッとこの溝でねカッターで切りたいと思います。後でね、後でですけどね。でこれここにもねちっちゃいねデカールあるので、これはここねティッシュ当てて、こんな感じ映ってますかね。でここの間っちゅうかね、この部分はもうマスキングテープね、ペタッとこんな感じでね、よいしょ、ちょうどこれティッシュ切ったら OK で、こうね、ここはこう切りますよと、こうね、でピラーの部分もね、ピラーの部分もこんな感じだね。でここをしてね、よいしょ、んでここやね、すいません、一旦止めます。はい、続きです。というよりかね、ここまで進めました。もうね、あんまりね時間かかりそうなので、ちょっとだけ進めました。でね、ティッシュ、ここはティッシュが当たってます。ほんでここね、こう押さえてね、カッターで切りました。これね、こんな感じでね、ここ押さえときましょうね。ここ流れ込んだらあれなんで、ここね映ってなかったですけど、でこう真ん中はもうこのままね、あれなんで、あれなんでね、塗るのでね、ここを押さえとこうか。でここ切りました。ここもこうきちっと押さえときます。ここね、特に流れ込んだ感じ、ここ微妙なんですよね。ここにねデカールいてね、ここティッシュ入れられないんですよね。くっつけたいんでね、ここ持っていかれないように祈るしかないですね、もう。祈るしかないです。そしてあとね、こんな感じでね、ここ、こうね、もうティッシュの厚みでここくっつけないようにね、気をつけて貼っております。これ同時にこのあれやな、リアガラスのリアのここも行きたいんやな。どうしようか、これ後で、こっちは後で行こうか。こんな感じね。でフロントね、フロントとリアだけね、後で行きますもんね。全体に隠さなあかんな。よいしょ。これもティッシュにしようか。
ティッシュでくるみます。そうやね、あとこのラインもあるからね、リアのガラスとここと後でっていうことにしましょうかね。このいっぺんに全部いかない、まあ、行こうもたらいけますけどね、こう張ってキューッとねいけますけどね、デカール守らなあかんっていうのがあるんでね、まあ慌てないでいきましょうか。デカール守ってね、こうで、まあピラーのとこピラー張ってで、ここまた爪でね、爪でも爪楊枝でもいいんですけどね、こんな感じでこう な、で、こうかな。はい、またね、あの一回止めますけどね、マスキングやってできましたって感じでやりたいと思います。はい、続きです。ようやくね、前の部分ねだけあれできました、マスキングねできました。これで拭いていきたいと思いますけどね、これは黒ですけどね、ちゃんとね、で、この上のラインとこのリアの部分はまた後でっていうね、これは後、またこれでね、ちょっと置いておきます。今からこのブルーね、クリアブルー拭いていきたいと思います。希釈しておりますがね、これでよ、拭いていきますね。もうかだいぶかなり絞った状態でね、ちょろちょろっとだけ、もうちょっとかな、あ、ダメな、テストこれまでね、これで拭いていきたいと思います。中止まってるからまあ大丈夫ですね。映ってないですね、全然映ってないです。はい、こうね、こうです。はい、ではやっていきます。ちょっとねエア抜かんとあかんので抜きました。ブルーになってるのかどうかわからない程度です、初めはね。さーっと一通りかけていきますね。ちょっと乾かしてね、もうちょっとだけ出しましょうかね、このぐらい。
しょ。はい、それではかけていきます。はい、続きです。クリアパーツの方はね、こんな感じでブルー吹き終わりました。ちょっとだいぶ青いんで、これ乾いたらね、一回コンパウンドかけてね、もうちょっとだけ薄くしたいと思いますね。はい、で、今度ね、ここ黒かけていきますね。ちょっとずつやっていきたいと思います。はい、ではやっていきます。まずさーっと一回一通りね、乗せていきます。荒吹き、荒吹きか荒吹きですね。砂吹きか。これで一旦ね、乾かしたら、次ね、もうこっち乾いてると思うので、このまま追っかけていきます。ね、ずーっとね、なんかちょっと今日なんかね、画面で見てやってないんですよね。なんでかわからないんだけど、こう顔突っ込んで見てますね。なんか今日はいつもと感じが違います。ちょっとやりにくい感がありますね。なんでやろうな。こうね、青みが残ってるとあれなんでね、黒くね、完全に黒くなるまで、中にかな。ちょっとこう、もうちょっとこうか、こうね、こうこう、こんな感じね。よいしょ、こっちもこう、どこかな。はいはい、こんな感じだと思います。はい、で、乾いたらマスキングを外してね、ラインとリアね、いきたいと思います。はい、それでは一旦止めます。はい、続きです。ね、これで乾いたと思いますので、これなんやろ、乾いたと思いますのでね、めくっていきたいと思います。できますね。行きましたね。デカール持っていかれませんでしたね。ちょっと半分、ちょっとはビビってるんですけどね。持っていかれるんじゃないかと思ってね。
ビリビリとね、ティッシュのところもビリビリと破れていきますので、ね、いい感じでね、塗り分け状態になってると思いますけども、コムさんね、今ちょっと気になってた、ここね、破れてんのかなと思ってね、途中で、なんか、ちょっとなんかかかってるような感じが見えてね、こう、貼ってたんやけどね、テープ。拭いてる途中に飛んだんかな。ああ、やっぱりちょっとだけかかってますね。これ、エナメル塗料なので、エナメル塗料なのでね、あ、ここってここですね、ちょっとだけやっぱりめくれまし、めくれたんかな、ちょっとかかってる、エナメル塗料なので、ささっとね拭き取りたいと思います。今ね、もうこれめくったらすぐにね、よいしょ、どうでしょうか、まあ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 綺麗に塗り分け状態にはなってるのではないかと思いながらめくってるんですけどね、綺麗な状態だと思いますけどね、はい、あそこだけね、ちょっとやってる最中に飛んだのか何なのかですよね。ここにね、ちょっと白いの見えてるのね、これコンパウンドやと思うんですよね。これは拭き取りたいと思います、後でね。コンパウンドきれいに洗えてなかったのかな、洗えてないというか、そうですね、洗えてなかったのかな、よいしょ、こんな感じね、取っていきます、どんどんね、よいしょよいしょ、うん、これでね、そやな、これコンパウンドやね、ここね、デカール持っていかれることもなくね、綺麗な状態で、ここもね、塗り分け状態で、こっちもね、ここね、どうでしょうか、こんな感じでね、いいと思います。あと、ここのラインとこれはね、やりましたっていう感じでやります、やろうと思います。いつもみたいにね、やっときましたっていうあれですね。すいません、なんかほんま説明下手やな。よいしょ、こんな感じでね、めくって、はい、ね、今日はもうね、この辺でね、終わっておきたいと思います。ちょっと せっかちな感じでね、よいしょ、はい、こんな感じで終わっておきたいと思います。できましたね、この黒、ここもね、あ、ちょっとまだここテープでついてますけども、よいしょ、これ取っときましょうか、こんな感じね、なかなかここ、あ、ちょっと出てますね、ここどうでしょうか、これね、まあここのラインはまだ今からですけどね、こうね、うまく塗り分けできてるのではないかと思います、ここね、はい、という感じでね、はい、では今日はね、これで終わっておきたいと思います。また次回、ご覧になってください。ありがとうございました。クリアの方もね、こんな感じで、ブルーにね、ちょっと濃いです。ちょっと濃いです。もうちょっと薄くしようかなと思ってたんでね、ちょっと濃い、といでね、うっすら統一させたいと思います。はい、それでは今日はこれで、失礼します。さよなら。